こんにちは。サラリーマンとして仕事をしながら将来に不安を持った時に、お給料以外にも収入が欲しいなと思うのは多分ね、誰でも考えることだと思うんですよ。今回はですね、そんな相談を動画でいただきました。この方はですね、サラリーマン YouTuber の J さんという方なんですけども、その J さんの許可をいただいて、今ね、ご相談の動画をここに貼り付けさせてもらいますので、ちょっと切り替えてご覧ください。2分ぐらいの動画なんですけども、ちょっとねスピードを早めて1分ぐらいで、お伝えできるようにしております。まあまずご覧ください。どうぞ。久保さん、こんばんは。サラリーマン YouTuber J と申します。いつも動画拝見させていただいております。私はサラリーマンを20年ほどやっていまして、10年ほど前からサラリーマンの収入だけでなく、まあ、何かねお小遣いなんか稼ぎ方ないかなという感じで稼ぐ方法をねずっと探していますが、なかなか稼ぐということが未だにできていません。ネット検索をしましてね、次々と、まあ、新しい情報商材を探し続けては内容を見てね、楽に稼げるとか初日から稼げるとか毎日自動入金とかいうですね商品説明に心を躍らされまして、購入してですね、購入したことに満足してですね、結局やってないんですよね。で、まあ、いわゆるそういうのを、まあ、ノウハウコレクターというやつでして、まあ、ノウハウを買うまではねこれで大きく稼げて自由になれるとワクワクして購入するんですが、まあ、いざ始めようとしますとテンションが下がってですね、何もしないと買って満足という状態が、まあ、続いているんです。で、2年ほど前にはブームに乗って暗号通貨にも手を出してしまいましたが、結局は多くのお金をね失ってしまいました。効率よく楽に稼げることばかりを考えたりとか、いろいろな情報を YouTube なんかで見て勉強したりはしてるんですけども、見れば見るほどね、自分は何をやっていけば短期間でうまく稼いでいけるんだろうという迷いが出てきまして、前に進めない状況となってます。そこでビジネスに精通しておられる久保さんにご立てご相談なんですけども、サラリーマンの給料収入以外にネットビジネスで年収500万を目指していきたいと考えていますが、最もですね、効果的な進め方は何なんでしょうか。どういうことをしていたらよろしいでしょうか。ぜひよろしくお願いします。以上です。はい、いかがだったでしょうか。サラリーマンとしてね、責任を持って頑張れば頑張るほど、その仕事に一生懸命働いてお疲れになるんで、帰ってからもう一つの仕事をね、特に自分の仕事ビジネスを成立させようと思うと、結構ね精神的にも体力的にもきついんですよ。でもですね、少しずつ時間を取り分けて1年後に年収500万なら無理ではないと私は思いますね。ただ1年後に年収500万ということは、半年後には300万とか200万、そして3ヶ月後には100万とかね稼いでいかなくてはなりません。そういうふうに逆算すると初月で何十万っていう数字が出てきちゃうんですよね。しかしこれはねサラリーマン思考なんですよ。インターネットビジネスの収入っていうのは二次関数なんですよね。最初はちょびっとなんですよ。本当に10円とか100円とかっていうのは積み重なっていくんですけども、その10円100円っていうのは落ちることがなくてずっとストックされていくんですよね。まあ、ですんである時ブレイクした時っていうのが一気に収入が伸びていきます。私の例なんですけども、そのアフィリエイトっていうのをやってきてですね、最初月収が20万ぐらいでうろうろしてたんですよね。まあ0から3万5万10万20万20万でうろうろしていって、いきなりですね80万にバカンと跳ね上がったんですよ。それ以来月収100万を割ることはなくなりました。これが私の最初の1年で起きたことです。当時私は麻雀店の経営をしてまして、私自身も麻雀店に16時間勤務していました。その中でも時間を取り分けてこういうふうなねルートが引けたわけですから、今回の J さんのこのねご相談、きっとですね私も寄り添うことができるんじゃないかなと思います。そして今回はですね、皆さんにもちょっとね協力していただきたいんですよ。どんな協力かというと、この J さんがねどういう風になっていくのかを見てあげてほしいんですよ。最初今全く何もない状態だと思いますけども、ここからですねどのぐらいのペースで何をやって収入を上げていくのか、そしてもしかしたらダメになっていくのか、ダメになりそうな時は実はね皆さんにも知った激励してもらいたいんですよ。ぜひやってもらいたいと思います。そうすることによって J さんは見られてる、宣言してるという意識でね、もしかしたらやる気がもっともっと高まっていくかもしれません。ということで今回の動画は以上ですけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。そしてサラリーマン J さん、よろしかったらね私とのズーム対談をそのスタートにしてみませんか。お申し込みお待ちしております。それでは今回は以上です。